タトラは、チェコの自動車、ディーゼルエンジン等のメーカー及びそのブランド名である。本社、工場は、チェコ東部のコプジブニツェに所在。社名は、旧チェコスロバキアの最高峰であるスロバキアのタトラ、山脈にちなむ。大型トラックの分野で、東、ヨーロッパを代表するメーカーであり、悪路投波能力と対抗性に卓越したトラックを作ることで知られている。 かつては空冷エンジンを搭載した大型のリアエンジン乗用車も製造していたが、1998年に乗用車分野から撤退した。旧共産権諸国で広く用いられた、規格系路面電車であるタトラカーのメーカーとしても知られている。タトラ T87 東ドイツ陸軍のタトラ T813、タトラ12チェコ人の実業家、イグナーツシュスタラが1850年。 オーストリア・ハンガリー帝国領のネッセルドルフで馬車メーカーのネッセルドルフ車両製造会社として開業した。1881年に鉄道分野に進出して客車の製造を開始。1897年には自動車製造を開始し、ネッセルドルフ車両製造工業会社に改称した。さらに、チェコスロバキア共和国成立に伴い、チェコ語地名に合わせて、 コップジブニツェ輸送機器株式会社に改称した。タトラブランドで生産された同社の自動車は、1920年代から1930年代にかけて国際的に高い評価を受けて成功を収め、1927年にはタトラ工業株式会社に改称。後チェコの財閥で鉄道車両、エレベーターの製造工場やビール醸造所などを経営する。 リングホーフェル家の傘下に入り、1935年にプラハスミーホフに鉄道車両工場を持つリングホーフェル工業株式会社と合併してリングホーフェルタトラ株式会社となり本社をプラハに移した。この間、自動車の他鉄道車両、航空機の生産も本格的に手掛けた。1939年のナチスドイツ侵攻に 伴って、ドイツの軍事工場体制に組み込まれた後、終戦後の1945年、社長のハヌシュリングホフフェルラリングホッフェルケは、ナチス協力者として追放され、会社は、同年10月の主要重工業企業国有化でた、トラ国営会社に改祖された。傘下に、コップジブニツェ工場、スミーホフ工場、ブラチスラバ工場、バーノフツェ・ベブラボウシ工場、 チャド雑誌工場などの各工場を置いた。社会主義政権発足後の計画経済化で乗用車の生産は中止され、一時トラック、バス、鉄道車両の生産に特化したが、1955年には乗用車生産を再開し、大衆車メーカーズンプ社に対し、高級車メーカーとして、公用車向けたトラ T603 などを製造。タトラカー路面電車ともに、 共産圏の各国に広く輸出された。1989年の体制転換後、1992年に民営化されたトラ株式会社となったが、西側の自動車メーカーとの競争にさらされて、これまでの主要な市場を失って、急速に経営が悪化。乗用車生産を打ち切る一方、軍用車両の受注で経営破綻を免れ、最終的に、 アメリカ系多国籍企業テレックス社が株式の80.5%を取得して救済した。2006年10月にはチェコの投資ファンドブルーリバーが買収。オーストラリアを中心とした欧米市場のほか中東欧やロシア市場への再進出も図り、2007年には生産能力強化を目的に生産ラインへの大規模投資計画を明らかにした。 しかし世界金融危機の影響で2009年には、再び経営が悪化。業績回復を図るため、アメリカのトラックメーカー、ナビスター・インターナショナル社と合同で、軍用車両を生産することで合意した。タトラ社の前半生における発展は、同社に所属する、優れた技術者であったハンス・レドビンカの存在なくして、語ることはできない。サイ・チェシド機構、バックボンフレーム。 スイングアクスル式独立喧嘩、空冷エンジン、リアエンジン方式、流線型車体など、発明自体は、レドビンカによるものではないが、彼によって積極的に用いられ、他社にまで一般化した自動車技術は、枚挙に、糸間がない。レドビンカが現役であった1930年代の、タトラ社は、世界で最も進んだ自動車メーカーの一つだったと、言っても、 おそらく過言ではなかった。最初の生産者、プレジデント1897年から東ヨーロッパで最初のガソリン自動車製造を開始。当初、ドイツのベンツ社から技術導入したため、ベンツ同様のリアエンジン構造であった。1898年にはトラックも自力開発している。1900年以降の生産モデルは、 一般的なフロントエンジン型に移行するが、1897年に入社していたものの一次会社を離れていた若い技術者のハンスレドビンカが復帰し、開発を受け持つようになってから、急激な発展が始まった。レドビンカは1905年、独自設計の新型車、モデル S を開発した。世界でも最も早い時期に、 最地死同弁機構と半球形燃焼室を導入した例である。まず3.3リッターの4気筒モデル S-4 が開発され、当時としては強力な 30HP の出力を発揮して商業的に成功した。当時の自動車市場は限られ S-4 の多くはトラック仕様で製造された。これに2気筒を追加した5リッターの6気筒モデル、 S-6 が1909年に開発された。50HP、最高時速 110km の高性能車で、レースで優れた成績を上げ、ネッセルドルフ車の評価を定着させた。レドビンカは、1914年から翌年にかけて、モデル S シリーズよりさらに強力な、モデル T シリーズを開発。これらは1920年代中期まで長きにわたって、生産された。 だが1915年、新たに就任したネッセルドルフの新経営陣は、自動車部門よりも、鉄道車両部門を重視する方針を取った。彼らと折り合いの悪くなったレドビンカは1916年に退社し、オーストリアのシュタイア社へ移った。レドビンカは、シュタイアでジョイントレススイングアクスルを使った、降臨独立喧嘩車を設計しており、以後このタイプの独立喧嘩を対応するようになる。 ジョイントレススイングアクスルは古く1903年にドイツのアドラー社が開発したシステムで独立喧嘩としては最も簡潔なものの一つである。作動装置とか、サハ車を別体とし、かさ歯車がそのまま車軸を陽動させるためのガイド兼ジョイントとなる構造である。左右それぞれの車輪に直結したハーフアクスルには強度やコストの面で不利な自在継ぎ手を用いないのが 特徴であった。この方式は後に中高速域での急激な姿勢変動を起こしやすいことから操縦安定性に難点があることが顕在化した。結果、1960年代以降は廃れることになる。しかし1920年代においては自動車の降臨に使用し得る唯一の独立喧嘩方式であり、その採用は極めて先進的な試みであった。 第一次世界大戦の敗戦で、オーストリア・ハンガリー帝国が解体され、ネッセルドルフ氏は新たに成立した、チェコスロバキア共和国の区域に入った。町の名前もチェコ風のコップジブニツェへと変わり、ネッセルドルフ社もチェコ語名称のコップジブニツェ社に、改組された。1919年、ブランド名をタトラに変更している。名称は、スロバキアとポーランドとの国境。 カルパチア産系にそびえる名山、タトラ3に由来する。試作した4輪ブレーキ装備車をタトラ産地でテストしたことからのネーミングである。タトラ T11、編集、タトラ T11 空冷車で、フロントグリルはない。T11 のシャシー。この構造は、文字通り簡潔さの極致である。経営者が再び自動車部門重視派に変わったのを機に、 ハンスレドビンカが招聘を受けて復帰したのは1921年であった。彼は主任設計者となり、主体車で果たせなかった小型車の設計に乗り出した。ブランドがタトラと解消されてから最初の新設計モデルとなった T11 はレドビンカが交通事故で入院中に着想したもので、1924年に完成した。 1100cc12hp の小型車であるが、シャーシ構造は前例のないユニークなものであった。交換性バックボーンフレームは、プロペラシャフトを収めるトルクチューブを兼ねている。フレームの先端に、空冷式水平対向二気筒オフエンジンと変速気筒をスタッドボルト多数で強固に結合、一体的な強度構造の一部とした。フロント固定軸の横を切りーフスプリングは、 エンジン下に直接固定、後輪は横置きリーフスプリングで釣られたスイングアクスル独立式であった。簡潔さの極地のような車であったが、それゆえ7 0 0ラムそこそこと軽量で、ごく非力であるが最高速度は時速7 0トル以上に達した。空冷エンジンは騒音の面で不利であり、また冷却効率の点でも水冷エンジンに劣る。だが、 寒冷なチェコスロバキアでは、水冷エンジンは、陶器の冷却水凍結という弱点を抱えていた。空冷エンジンは凍結の心配がなく、しかも、水冷式エンジンより単純かつ軽量に仕上がる。さらに空冷エンジンの冷却上有利な水平対向式レイアウトは、エンジンをコンパクトにもした。レドビン化はそれらのメリットを考慮し、あえて空冷エンジンを採用したのである。T11 と、 改良型の4輪、ブレーキ仕様 T12 シリーズは悪路に強く、道路整備の遅れたチェコスロバキアの国情に合致したことで成功。特にトラック仕様 T13 は当時のヒット作となった。T11 とその派生モデルは1924年から1933年までに約1万1000台が生産された。一方チューンされてフロントサスペンションも 独立式とした T11 スペシャルは、欧州各地の小型車レースでも高成績を収め、1925年には、パルガフローリオの 1100cc クラスで優勝した。タトラ T30T11 同様、グリルのない独特な形態である。1927年、社名は、ブランドと、同じタトラに変更された。レドビンカは、バックボーンフレームとスイングアクスル式独立を、 小型車、大型車、乗用車、トラックの別なく、タトラ車に広く採用した。このレイアウトを、大型乗用車や、大型トラックに採用する例は、世界的には少なく、得意である。レドビンカには、次のような趣旨の発言がある。我々は、荷車と変わらない、固定軸のトラックを未だに走らせ、道路を日々破壊しているのだ彼は、スイングアクスルの熱烈な信奉者で、路面に、 大きなダメージを与える大型車にこそ積極的に用いるべきと主張し、自ら実践した。1926年にはセミキャブオーバーの T23 トラックがスイングアクスル装備で登場。さらに翌1927年には後輪を2、軸とした6輪トラックの T26 も開発されている。タトラの試みに追従するように、チェコ国内の競合メーカーであるシコダや、 プラガも1930年代にバックボーンフレームやスイングアクスルを装備した乗用車を登場させることになる。このような先端技術のトレンドが決して自動車先進地域でなかった東ヨーロッパで強力に働いたこと自体驚くべきことである。1926年に開発された中型車の T17 は外見こそ当時の自流に即した。 平凡なセダンであったが、中身は前後輪とも独立喧嘩、かつバックボーンフレーム方式という最先端の車であった。水冷直列6気筒1.9リッターのサイチェシー、エンジンは 35HP を発生、後には2.3リッター 40HP の拡大型 T17-31 も製造され、1930年まで存続している。また1926年には、 1.7リッターの空冷水平対向4気筒エンジンを搭載した T30 シリーズも開発された。これは T11 の大型化とも言うべきもので1933年まで生産されている。小型空冷モデル編集タトラ T57A この時期になるとダミーグリルがつくようになった。タトラ T75 カブリオでこの時期にはすでに空冷エンジン車を 小型車の主力とする方針が固まっており、1930年には T30 の流れを組む水平対向4気筒1.9リッターの 30HP 車 T52 が開発される。このモデルは1938年までの長期にわたり生産された T12 の後継モデルとなるより小型の空冷水平対向4気筒エンジン車 T54 が1931年に t 五十七が九百三十二年に登場した。これらの開発をレードビンカと共に主導したのは、社内の若手技術者、エイリヒューベルラッカーで、彼はその後の流線型リアエンジンシリーズ開発にも、多大な実績を残すことになる。t 五十四は一四リッター二十一 h p 九百三十四年までの短期間製造されるに止まったが、一一リッター十八 HP の T57 は1932年3月の発表後3ヶ月ほどで早くも仙台を生産する成功を収め、1936年に T57A、1938年に T57 ビットと特にボディデザインの改良を加えられつつ、チェコスロバキアのベーシックカーとして実に戦後の1949年まで生産されるロングセラーとなった。 製造台数22000台は戦前型た,たトラ車としては最多である。T30 の後継モデルとなる T75 は1933年に開発されている。油圧ブレーキを標準装備した水平対向4気筒1.7リッター車で1942年までに約4500台が製造された。この T75 のシャーシをベースにイギリスサセックスのトマス・ハリントン社は 幅広な流線型ボディのスペシャルを製造した。フィッツ・モーリスと名付けられた、この特別版 T75 は、1933年のロンドンオリンピアモーターショーに展示され、注目を集めたが、量産化はされなかった。当時のタトラ製空冷フロントエンジン車は、ラジエーターなど全面の開口部がない、つるりとしたボンネットとフロントタイヤの内側に飛び出した。 水平対抗エンジンのヘッドとで、すぐそれと判別することができた。最も,も1930年代中期以降は、ダミーグリルをつけるようになった。いずれも騒音が大きく非きだったが悪路に強く、ラックピニオン式のステアリング機構ゆえに、回答性にも優れていたという。高級車、編集、タトラ T80。1930年代の一般的な高級車の、スタイリングであり、 隣の T87 に比して著しく車高が高い。T80 の V 型12気筒エンジン一方、アッパーミドルクラス以上のモデルについては、しばらくは、水冷式が踏襲された。1930年に開発された T70 は、T17 シリーズの後継モデルであったが、3.4リッターの直列6気筒 65HP エンジンを搭載。 かつブレーキは4輪油圧式を採用した。派生モデルとして3 8リッター7 0 h p の T70R も開発され、1938年まで生産されている。この T70 のバックボーンフレームと長いホイールベースはそのまま V 型12気筒エンジンを装備してしまった。高性能車が T80 である。そのサイドバルブ V 型12気筒6リッターエンジンは120。 HP を発生、総重量2.5トンの大型車を時速140キロメートルまで引っ張った。当時のアメリカや西ヨーロッパ各国の高級車に被験し得る極めて高価な大型車であり、1935年までにわずか22台が製作されたに止まる。T70、80の多くはプラハの有名なボディメーカーであるヨーゼフソドムカ。 車によって流霊なボディを仮装された。T80 はチェコスロバキアの初代大統領トマーシュ・マサリクの公用車にも用いられている。マサリクのそれ以前の公用車は、シュコダが1925年からイスパノスイザのライセンスで少数を生産した1920年代を代表する6気筒高級車、イスパノ スイザ H6 バイトであり T80 開発に際しての一つのベンチマークであったことは想像に難くない。トラック、編集トラックはタトラの歴史を通じ常に主力製品だった。それらについても当然レドビン化のコンセプトは生きていた。すべてがスイングアクスル車だった。スイングアクスルトラックは進化を続け1929年には6輪10トン積みの 大型トラック T24 が出現する。水冷6気筒 12,215cc エンジンは 114hp を発生、当時第1級の高性能トラックであった。そして、1930年には、油圧ブレーキ装備の3トン積み中型トラック T27 が登場した。エンジンは、水冷4気筒 4,712cc83hp で、 1941年に T27 ビットとしてマイナーチェンジされたが実に1947年まで生産された。これらのトラックは全車軸より前方にボンネットが突き出た独特の形態をしていた。1933年に開発されたオフロードトラックの T72 は空冷エンジンを搭載しオーバーヒートや冷却水凍結の不安を払拭した。 このどんな道でも走れるトラックは1934年のベルリンモーターショーにも出品され、すでにドイツ総統となっていたアドルフ・ヒトラーも強い興味を示した。ヒトラーは1920年代小型タトラに乗ってヨーロッパ各地を遊説、視察した経験があり、耐久性の高いタトラの密かなファンであった。彼はモーターショーに来ていたハンスレドビンカをわざわざ呼び出し、 詳細な技術説明をさせた。それでも飽き足りず、夜になってから改めて、レドビンカをホテルに招き、改めて、レクチャーを行わせたという。以降のタトラトラックの多くは、空冷エンジン仕様となった。T111 トラック、編集、タトラ T111。スイングアクスルのため後輪に、キャンバー角が生じているのが観察できる。T111 の V 中に空冷エンジン。 左右バンクそれぞれに独立して、ベルト駆動の軸流式冷却ファンを装備する。レドビンカは1930年代に、規格構造の空冷ディーゼルエンジンを開発した。このエンジンは気筒ごとに独立したヘッドと、組み立て式のクランクシャフトを用いており、数や配置によって様々なクラスのエンジンを製作できた。モジュラーエンジンの先駆といえよう。チェコが、 ドイツの支配下に入った後の1939年には、ボンネット型の6.5トン積み6輪トラック T81 が完成する。これは 160HP クラスのガソリンもしくは、ディーゼルの水冷8気筒エンジンを搭載していたが、さらに、第二次世界大戦中の1942年、これを発展させた大型6輪、ディーゼルトラックが登場した。T111 である。 T111 は、レドビン化の地味な傑作であった。そのディーゼルエンジンは、空冷、V 型12気筒オフ、14,800cc の、レドビン化式、モジュラーエンジンのバリエーションで、208A、e。空冷ディーゼルエンジンは、極めて頑丈で、北アフリカの戦いにおける砂漠の国書にも、冬のロシア戦線の国間にも耐えた。またスイングアクスルサスペンションの柔軟さによって、 アクロにおいても優れた路面追従性を発揮した。その卓越した走行性能から戦時中はドイツ軍でまた戦後はソ連をはじめとする東側諸国で愛用され、1962年まで生産されるロングセラーとなった。21世紀初頭において生産されているたトラトラックも基本構造面ではこの T111 の伝統を色濃く受け継いでおり、 T111 はタトラ製大型トラックの基本コンセプトを完全に決定づけた製品である。レドビンカ率いるタトラ社技術人は1920年代を通じて独立喧嘩とバックボーンフレームによる合理化されたシャーシ構造を確立したが1930年代に入るとさらに新しい展開へと進んだ。流線型車体とリアエンジン方式の導入である。 ヤーライ流線型。編集19世紀末の速度記録車両にはすでに、巨雷型などの流線型車体が出現しているが、流体力学を意識して設計された、流線型自動車の出現は、第一次世界大戦後のことである。1921年に航空機設計者だった、エドムントルンプラーが開発した流線型車、トロッペンワーゲンは、飛行船のゴンドラのような不格好なスタイルで、 注目は集めたものの成功しなかった。その後の1923年以降、ハンガリー出身で、ェッペリン社の研究者だったパウル・ヤーライによって、より現実的な流線型車体が考案された。ヤーライの提唱した流線型自動車は、ボンネットや屋根、フロントウィンドシールドに曲面を取り入れ、後部は長いテールを伸ばして、車体全面が空気の流れに逆らわないようにデザインされていた。 また、正面からの投影面積を小さくする努力がなされ、ボンネットや屋根をできるだけ低くする配慮が図られた。1923年、ヤーライ理論によって、ドイツ製の小型車齢 T6 のシャーシに仮装された、流線型ボディ試作車は、小さく非力なエンジンでありながら、原型車の時速 70km に対し時速 100km に到達する飛躍的高速を達成し、 燃費も改善する成績を収めた。続いて、他社の既存車種でも同様な実験を繰り返して、いずれも大幅な速度向上を達成、着想の正しさは証明された。しかし、ヤーライタイプの流線型車体は、1920年代の常識からはあまりにもかけ離れ、実用面からも、まだ何のあった姿ゆえに、すぐさま量産車に導入されることはなかった。 ヤーライ自身は既存のフロントエンジン小型車に流線型ボディを仮装する形で試作車を製作していた。当時の自動車は水冷エンジンのラジエーターの背が高く、エンジンもスペースを取るロングストローク型機械を直立させて高い位置に搭載していた。これはボンネットが高くなりがちで、徹底した流線型スタイルを取るには障害になっていた。なお、 やあラい理論に基づくスタイリングを持つ自動車で、史上最も有名なのは、フェルディナント・ポルシェが設計した、KDF である。リアエンジン方式への回帰、編集初期の自動車は、技術の未発達により、駆動輪である後輪に、極力近い位置にエンジンを置いて、駆動を行うリアエンジンは普通であった。しかし、1891年のパナール・ルバスソールが、フロントエンジンリアドライブを採用し、 リアエンジンより高い走行安定性を得たことで、以後の自動車は FR 駆動が標準化した。固定軸式の FR 駆動車が成熟期に入った1920年代、再びリアエンジンに注目する動きが起きた。FR 駆動方式の場合、プロペラシャフトと後輪の固定駆動軸による重量増加は50から1 0 0ラムにも及び、自動車全体の重量の中でも無視できない。 長い駆動系統は振動や騒音の原因になる。また車足を低床化しても車内床面の中央にプロペラシャフトの盛り上がりが生じ足元のスペースを圧迫する。これを改善するにはフロントのエンジンから前輪を駆動するかリアに置いたエンジンから後輪を駆動するかの2つの方法がある。しかし前輪を駆動するには車輪に打角が生じた状態でも 滑らかに駆動力を伝えられる等速ジョイントが必要で、1920年代から1950年代には十分な耐久性のあるスムーズな等速ジョイントを作れなかった。一方、リアエンジンの場合は、1920年代の時点ですでに近代的なシステムが導入されていた変速機と作動装置を一体とした、 トランスアクスルからハーフシャフトによるジョイントレススイングアクスルを使って後輪を駆動する手法である。レドビン化とリアエンジン、編集近代化されたリアエンジン方式の採用は軽量化、床面低下による低重心化、振動の軽減などが実現でき、自動車の性能向上に寄与すると考えられた。また駆動輪にかかる重量が増えることで設置性を高めることもできた。 1924年のベンツの試作スポーツカー以降、主としてドイツにおいてリアエンジン方式の試作車が出現するようになっていた。レドビンカは1920年代を通じて自動車のシャーシ構造の合理化に邁進してきた。プロペラシャフトを省略できるリアエンジン方式に着目したことはその合理化の行き着くところとしてある意味必然であった。水冷エンジンを搭載した。 リアエンジン車は1920年代から21世紀初頭に至るまで例外なくラジエーターの搭載スペースと冷却風の流動に苦慮している。それと比較すればリアエンジン方式と空冷エンジンは親和性が高かった。タトラは1920年代において中型以上の四輪車に空冷エンジンを用いていた数少ないメーカーである。またリアエンジン方式の強みとして エンジンもラジエーターもフロントにない分、前頭形状のデザイン自由度が高いという点があった。これは、ボディスタイルを流線型とするにあたって、非常に、好都合であった。蒸気以外のリアエンジンのメリットとして、古くは、客室でのエンジン音の抑制が上げられていた。騒音は走るにつれて、後へ取り残されると考えたものもいた。だが、実際には、自動車は、音速より、 はるかに遅いので、発生するエンジン音を捨てていくことなどできなかった。むしろ、フロントエンジン車よりもエンジンルームと客室の隔壁面積が大きくなるため、実のところ車音、車熱面では不利である。スターケンバーグ、編集リンターンゼファー。スターケンバーグの影響を強く残す、初期系の1936年モデル。 フロントエンジンのためのオーズが突き出ているが、全体のデザインモチーフはタトラリアエンジン車と極めて禁似するタトラとは無関係のオランダ人技術者、ジョン・ジャーダは1920年代にアメリカに移り住んだ。彼はデトマソ・パンテーラなどのデザインを手掛けたことで知られるトム・ジャーダの父親である。ジョン・ジャーダはアメリカでヤーライ理論の流れを組む。 流線型リアエンジン乗用車の開発を志した。タトラをはじめとする各国のヤーライ型試作車は、小型車が市場の多数を占めるヨーロッパで開発されていたゆえに、ほとんどが小型車だったのであるが、ジャーダはアメリカ市場に合致した V 型8気筒エンジンを搭載する大型リアエンジン車を発案した。1931年にジャーダが公開した試作車、スター・ケンバーグは、 ヤーライ型流線型ボディの後端に空冷 V 型8気筒エンジンを搭載する大型車であった。このボディは強固なプラットフォームフレームにスポット溶接されエンジンルームと客室との遮音、遮熱措置が図られていた。このスター・ケンバーグの流線型デザインのコンセプトはフォード車系列のボディメーカーであるブリックス車の車種ウォルター・ブリックスの関心を引き、ジャーダはブリック ブリックスに入社して、同社で研究が続けられた。そのスタイルやコンセプトが、驚くほどの地のタトラ T77T87 に、告示している。当時、レドビンカの親族が、アメリカでブリックス社に在籍していたという史実があり、ここからスター・ケンバーグが、ハンス・レドビンカに影響を与えた可能性の高いことが、複数の専門家によって指摘されている。なお、 スター・ケンバーグのコンセプトに興味を抱いた、フォード社社長、エドセル・フォードの意向によって、ジャーダの流線型リアエンジン車は、フォードの試作モデルとなった。そして、元ヨット設計者で、エドセル・フォードの部下であったボブ・グレゴリーによって、フロントエンジンタイプにリデザインされ、さらに宣伝を加えられた。結果生み出されたのが、大衆に受け入れられた、史上初の流線型車と言われる傑作者、 リンカーンゼファーである。試作リアエンジン車、編集1931年、レドビンカとエイリヒューベルラッカーラタトラ技術陣は、リアエンジンの流線型小型乗用車を試作した。それは水平対向二気筒エンジンを、バックボーンフレームの後端に搭載しており、木骨後半ボディは、ヤーライ式のセダンボディだった。 さらに1933年には改良型として V570 が開発されている。このようにレドビンカたちは当初リアエンジン方式を小型車に使用しようと考えていた。だがタトラの経営陣は流線型モデルをあくまで防流の存在として捉えていた。当時のチェコスロバキアの道路がアクロだらけで高速道路云々以前のレベルであったことを 考えれば、流線型自動車の高速性能を生かす場はなく、やむを得ないことではあった。タトラのベーシックカーとしては、当時、汎用性に優れたフロントエンジンモデルの T57 が好調な販売実績を上げており、あえてこれと競合するモデルを投入する必要も乏しかった。経営者たちは、レドビンカラーに対し、リアエンジン車の生産化は、生産規模が小さく、 付加価値の大きい大型車で行うべきと命じた。この経営陣の決断は、その後のタトラ製乗用車に得意な展開を生じさせる原因となった。レドビン形技術陣は、小型リアエンジン車の設計手法をそのまま拡大して、大型リアエンジン車を開発した。T77、編集詳細は、タトラ T77 を参照 T77 試作車。 タトラ T77 試作車のサイドビュー T77 のベアシャー氏を囲むハンスレドビィンカとアドルフ・ヒトラーを呼び、随員のナチトーカンブラ。1934年3月8日、ベルリンモーターショーのタトラシャブースで、両側に、軸流ファンを持つシュラウド付け空冷エンジン、横大きいたバネ指示のスイングアクスルなど、T77 の特徴がわかる。ヒトラーは、 レドビン化の解説を受けつつエンジン周りを興味深げに、眺めている1933年中に、6人乗りの大型乗用車 T77 の試作車が完成した。全長高点2メートルに及ぶ長大なや荒い、式流線型車体は全構成で、すでにセミモノコック構造を取り入れていた。当時の自動車としてはボンネットが短く、ホイールベーストリアオーバーハングが大きかった。 車体幅を広く取り、前後フェンダー間のステップを廃止している。ラジエーターのない丸いノーズにヘッドライトがより目がちに外付けされているのも個性的である。リアエンジンのため手荷物とスペアタイヤ、燃料タンク、バッテリーはボンネット内に収納されたほか、後部座席とエンジンルームの間にもラゲッジスペースが確保された。フロントのウィンドシールド本体は フラットな一枚ものであるが、両端の視界を広く取るため、グーブにピラーを入れ、小さなガラスを傾斜させて装着していた。したがって、前面のガラスは三分割となる。同時期に、アメリカでレイモンド・ローウィンが手掛けた、ハップモビルなどとも通じる手法である。だが、この自動車の外観における、あまりにも強烈な特徴は、後部のスタイルであった。エンジン冷却のため、 後部座席直後のシーピラー部にエアインテークが設けられ、なだらかなファストバック背面のエンジンルーム外には一面にルーバーが切られていた。そして、蓋の中央には突出した一枚の背びれまでついていた。さらに試作車のテストの結果、高速安定性の改善も、かねて、後部背面長部に新たな角形エアインテーク2個が設けられ、フリッツラングの SFA が メトロポリスにでも出現しそうな未来的用紙となった。シャーシもユニークであった。バックボーンフレームの後端は V 字状となり、ここにエンジンと4段ギアボックスが搭載された。エンジンは空冷 V 型8気筒オフ 2970cc で 60hp3500rpm を発生した。フレーム中心にはアクセルクラッチのリモコン用ワイヤー、シフトレバー、 ギアボックス管を連結するロット、そしてブレーキ管と燃料供給管が収められた。サスペンションはフロント横置きリーフスプリングに段重ね、リアはスイングアクスルと横置きリーフスプリングという四輪独立喧嘩であった。従来からのタトラの手法である。初期系の一部はステアリングを中央配置とする得意なレイアウトであったが、多くは 当時のチェコの左側通行に合わせて、右ハンドル仕様だった。車重は 1700kg を超えて、かなり重かったものの、空気抵抗の少ない携帯ゆえに最高速度は、時速 130km を超え、同時期のクラス水準に達する性能であった。T77A、編集 T77A は3ヘッドライトとなった。2009年9月、オランダでのイベント参加者。 T77A のサイドとりゃ、極めて大胆なデザイン、プロポーションである、T77 の二度足作者とエリヒユー・ベルラッカー。1935年頃撮影1934年3月、T77 がプラハで発表されると、自動車業界、一般大衆を問わず、大センセーションを巻き起こした。そして同年のベルリンモーターショーでも、注目の的となり、 タトラの名声を高めた。大型乗用車における従来の規制概念を完全に破壊してしまったという点で、この車は革命的であった。しかし、市販を開始した T77 は、わずか101台が作られたのみで、1935年には改良型の T77A に移行した。T77A は、T77 よりエンジンのボアを拡大することで、 排気量を 3380cc とし、出力を 70hp に強化したモデルである。車重も 1800kg に増加したが、最高速度は時速 140km に達した。フロントはヘッドライトを3個配置とした。左右のライトはフェンダーに半埋め込み式とし、ノーズ中央にレイアウトされた第3のライトはステアリングに連動して行く手を照らす。 安全設計とした。また、リアエンジンフード上のエアインテークは、エンジンフード上端を伸ばして、段差をつけることで、フードと一体化された。背びれはそのままである。T77A は1938年までに154台が製造されている。T77 は、かつて流線型車とロッペンワーゲンを設計した、エドムンドルンプラー博士などに愛用された。 また T77A は外務大臣から第2代チェコ大統領となったエドバルド・ベネシュの公用車ともなった。タトラ設計人のユーベルラッカーも T77 がお気に入りで自らにドア仕様とした試作車を乗り回していたという。だが、レドビーンから開発チームは T77、T77A に満足していなかった。これらのモデルは重量が課題であり、また重量配分が 後輪に偏りすぎて、操縦安定性を損なっていると考えられたからで、ある。その結果、全面的な改良が加えられ、全く別物の T87 が完成するに至った。T87、編集1939年式、タトラ T87。2011年7月、グッドウッドフェスティバルオブスピードでの参加者、T87 の、 伝説的なリアビューティー8 7のエンジンルーム詳細はタトラ T87 を参照。ハンス・レドビンカとエイリヒ・ウベルラッカーラ・タトラ技術人が1936年に完成させたタトラ T87 はタトラの乗用車としては史上最も有名な一台であり、レドビンカがその生涯に生み出した数々の自動車の中でも最高の傑作と目されている。 その評価の高さは、九百九十九年、世界各国のジャーナリストが、二十世紀の名車百台を先行した企画、カーオブザ・センチュリーにおいて、東ヨーロッパ諸国からただ一台選出された自動車であることでも伺える。t 八十七は、t 七十七 t 七十七 a の延長上にある、流線型四ドア5座セダンで、概略としては、t 七十七 a の税肉を落とし、 軽量化と性能強化を図ったと評すべきものであった。T77A のあまりに長かった全長ホイールベースを短縮するなど内外各部分の軽量化を施した。このため T77 シリーズの長大さから来る圧倒的なプロポーションはやや損なわれたものの全体にはより機能性を高めモダナイズされたと言える。フロントノーズのスタイルは T77A 同様の3ヘッドライトを継承。ボディはシャーシと眼鏡に溶接され、強度を上げたが、ほぼ完全なアンダーカバーが備えられ、床下の空気の流れまでも妨げないよう設計されたことは特筆すべきである。後部のファストバックスタイルは T77R 以上に洗練された流面形状となったが、背びれは残されている。リアウィンドウはやはりルーバー内側配置である。 エンジンは強制空冷、V 型8気筒という基本は踏襲したものの、軽量化のためオールアルミ合金製となり、バンク間に1本カムのオフから、左右バンクそれぞれに1本ずつのカムシャフトをチェーン駆動する一般的なサイチェシーへステップアップした。一方排気量は 2968cc に再縮小されたが、サイチェシー化などの効果で、出力は 75hp。 3500rpm に向上した。スイングアクスル式のリアサスペンションは T77A の横置きリーフから縦置きの1、4カンチレバーリーフスプリングによるトレーリング型になった。これも軽量化が目的である。87の出力 75hp に対する1.4トン弱の車重は当時としては比較的軽かったが、それに加え、 空気抵抗が極めて小さいボディスタイルの効果で最高速度は時速 160km に達した。時速 160km という最高速度は1930年代当時高級スポーツカーや4リッター以上の大型高級車でもなければ到達困難な水準の高速であった。しかし T87 は4ドア5座席、排気量3リッター足らずのセダンでありながら 同様な水準を達成していたのである。いかに常識破りな自動車であったかが伺える。車体の軽量化と徹底した、空力対策で高性能を得ようとする近代的な発想は、1930年代、すでに、レーシングカーの分野では短所についていたが、スポーツカーですらない、通常の乗用車で正面から実践した例は、タトラ T87 がほとんど最初である。 当時の他社製乗用車における流線型デザインの多くはファッションの一種で外見ほどの効果はなかったか、さもなくば小型車で空気抵抗をうんぬんするほど速度が出なかった。全体を評価した場合、T87 の開発は技術的に成功であった。ただし、スイングアクスル式の独立喧嘩トリアエンジンの組み合わせは本質的に高速走行時の操縦安定性に、 難があり、ハンドル操作をを誤ると簡単に横転事故を起こした。1937年から本格生産が始まった。多くはチェコ国内で販売されたものの、ドイツなどにも輸出され、最先端の高性能流線形車として注目された。20日ネズミと人間、怒りのブドウなどの作品で知られるアメリカの作家ジョン・スタインベックも、これを購入して愛用したという。 T97、T 編集、タトラ T97、T97、詳細は、タトラ T97 を参照。ハンス・レドビンカの息子であるエイリヒ・レドビンカもタトラの技術者となっており、T87 の開発にも携わっていた。彼とエイリヒ・ユーベルラッカーの式で開発されたのが、5人乗りの中型流線型乗用車、T97 で、原型は1936年に完成した。 クラスとしては従来の T75 を受け継ぐものである。ホイールベース 2600mm のシャー足構造は T87 と類似する。リアエンジン式のプラットフォームトレー付けバックボーンフレーム4輪独立喧嘩である。リアのスイングアクスルがカンチレバーリーフスプリングによるセミトレーリングリンクで釣られているのも共通である。排気量 1761cc のエンジンは 空冷水平対向4気筒の最シーであり、必然的に左右の角、バンクごとに1本ずつ合計2本のチェーン駆動カムシャフトを備えていた。1930年代後半では妨害のハイレベルな設計であった。ボアストロークは 75-99mm のロングストロークで圧縮比5.9、出力 40hp、3500rpm であった。スタイルは T87 のコンパクトタイプというべきものでヘッドライトが一般的なフェンダー埋め込み二等であることを除けばサイズ以外 T87 そっくりであるただしリアウィンドウがやっと設けられた客室とエンジンルーム間の仕切りガラスエンジンルームを覆うリアフードのガラスという二重構造であまり見通しは良くない車重は 1150kg とやや重かったが流線型ボディ上に 時速1 3 0トルの最高速度を得た。生産は1938年から開始された。ドイツ併合、編集チェコスロバキアは多民族国家であり、国内の民族紛争が絶えなかった。これはナチスドイツをはじめとする多くの国に付け入られる原因となった。百三十八年にオーストリアを併合したドイツは、同年九月、 ドイツ系住民保護を名目に、チェコ政府に圧力をかけ、イギリス・フランスが自国の平和を優先したこともあって、ズレーテン地方を活上させることに成功する。これに乗じて、隣国のハンガリーとポーランドも隣接区域の活上を要求し、チェコ側はいずれの要求をものまざるを得なくなった。さらに1939年3月、ヒトラーは、チェコ大統領、 エミル・ハーハをベルリンに呼びつけ、プラハ空襲を盾に、さらなる国土の活用を要求。ハーハはこれに屈した。同月ドイツ軍は、チェコスロバキア全域に進駐残存区域も保護量を経て9月にはドイツに併合された。これが、チェコスロバキア解体の経緯である。東ヨーロッパ随一の工業国であった、チェコスロバキアは、優秀な機械、兵器メーカーを多く用してもおり、 ドイツにとって重要な地域であった。タトラもドイツ占領軍の管轄下に置かれ、ドイツ軍向けに装甲車やトラックの生産を強いられた。T57 ビットや T75 は国内向けの小型車ということもあり、ドイツ併合後も細々と生産継続された。大型車の T87 については、ドイツの民族系資本メーカーとの兼ね合いもあり、通常なら製造中止になるところであった。 しかし、実際には T87 の製造は、戦時中も継続された。アウトバーン建設の指揮者であり、ヒトラーの下で、軍事大臣も務めた、フリッツ・トート博士が、T87 をアウトバーンでの高速走行に、最適な優秀者と評価したことがその理由であった。この流線型乗用車は、侵略者であるドイツ人によって、進化を見出されるという皮肉な運命に見舞われたので、 ある。こうして1943年頃まで、ドイツ軍のスタッフカーとして生産された T87。だが、高速走行時の横転事故で、死者、負傷者を多発させ、ドイツ軍から、チェコスロバキアの秘密兵器と恐れられた。ドイツ軍当局者たちは直進性の強い、フロントエンジン車に慣れていたため、リアエンジンである T87 の特性を理解せずに、 高速運転を行ったのが事故の主因であった。T97 とフォルクスワーゲン編集一方 T97 はわずか508台が製造されたところで1939年に製造中止措置を受けた。ヒトラーの命令でフェルディナント・ポルシェが開発した KDF と禁似したクラスの乗用車であり、バックボーンフレームとスイングアクスルサスペンション。 空冷水平対抗エンジンというスペックも告示していたことが原因とされる。T97 とフォルクスワーゲンの近似性 T97 がドイツに製造中止させられたという事情からポルシェがレドビンカの着想を表説したという説がしばしば語られている。1934年の T77、1936年の T87 のレイアウトメカニズムの多くが 1938年完成のフォルクスワーゲンと類似しているという理由によるものである。そもそも、レドビンカとポルシェは共に同年配のオーストリア人であり、1920年代から面識もあって、会えば互いに技術の交換を行っていた。しかし、ポルシェは1920年代からリアエンジン車に関心を持ち、1932年には、 NSU との協力によってアーライ型ボディを持つ流線型リアエンジン小型車を試作している。これは、後のフォルクスワーゲンと告示している。タトラにおけるリアエンジン車試作と同時期のことである。これに鑑みるに、ポルシェがレドビン化の着想を全面的に表設したとまでは言い切れない面もあり、請求な判断は難しい。ともかくも、 ポルシェがレドビンカから氷設を行ったという疑惑は21世紀初頭、現在でも肯定説、規定説が作綜している。T97 の製造中止措置については第二次世界大戦後、チェコスロバキア側から訴訟が起こされ、最終的にはフォルクスワーゲン社から300万マルクの代償が支払われた。戦後の T87 とレドビンカ、 編集戦後も T87 の生産は続いた。主なユーザーは新たに成立した、チェコスロバキア共産政府であった。1947年、チェコの若いジャーナリストであった、ミロスラフジクムントとイルジー・ハンセルカは、タトラから提供された T87 で、世界旅行に出発した。二人の乗った T87 は、灼熱の過酷な気候と悪路に対しても、独立喧嘩と、 空冷エンジンのタフネスさを遺憾なく発揮し、時には事故にも遭いながら、1950年までの間にアフリカや中米の奥地にまでその足跡を残した。二人はこの旅行によって多くのルポルタージュを表し、それらはチェコスロバキアでのベストセラーとなった。ジクムントとハンセルカの愛車となった T87 は、2011年現在でも記念車として、 プラハの博物館に展示されている。戦前の有名な高級車メーカーで、航空エンジンメーカーでもあった、イタリアのイソッタ・フラスキー2社は、戦後に自動車生産の再開を計画し、そのメカニズムのベースに、どのような理由からかは不明であるが、タトラテ T87 を採用した。これは、結局不幸な結果に終わった。1947年から開発を進められた、リアエンジン試作車。 ティーポ 8C モンテローザは、8C のネームが示すようにタトラタイプの8、気筒エンジンを搭載しており、イタリアのカロッツエリアの手で、ダミーグリルを持つフルワイズオープンタイプの美しい、流線型クーペ及びカブリオレボディが仮装された。しかし、高速安定性の悪さと、空冷エンジンの騒音はいかん、ともしがたく、1949年には生産化が放棄された。結局、名門、 急ったフラスキーには復活しなかった。アメリカテネシー州ナッシュビルのレーン自動車博物館所蔵の1947年製 T87。ノーズを1948年型風にした手直して、あるが凡庸な形態である。本来の流線系ノーズのモデルも並行生産された。1948年、ボディの前面がリニューアルされ、望遠魚の目のように、 筒状に突き出ていた3頭のヘッドライトはフェンダー及び、ボンネットの大きなアーチにカバーガラスのレベルまで埋め込まれ、バンパーも刷新された。このモデルは1950年まで生産されたが、従来型も並行して生産された。T87 末期型として、タトラプラン2の平凡な2個ヘッドライトや、ダミーグリル付けのマイナーチェンジデザインのモデルが開発されたが、少数製造されたのみである。 T87 は1950年までに3018台が製造された。14年間の製造台数としては決して多いとは言えず、また大型乗用車におけるリアエンジン方式と空冷エンジンもタトラ以外には普及しなかった手法であったが、軽量な空力ボディの有効性を実地に示したという点では極めて先駆的な存在として評価に値する。 ハンスレドビンカは、共産体制下で、ナチ協力者の汚名を着せられ、1951年まで、獄中にあった。釈放後、政府からタトラ復帰を打診されたが、政府の態度表現ぶりに不信を抱いた、彼は、それならもっと早く、私を釈放すべきだったとオファーを断り、息子エーリヒと共に、オーストリアへ移った。エーリヒは、後、シュタイ野社で、 軍用車両の技術開発に当たっている。晩年のハンス・レドビンカは技術コンサルタントとしてエンジンメーカー等への助言を行った。空冷エンジンの専門家と目されていた彼であったが、レドビンカはドイツのミュンヘンに移った最晩年まで自らの手掛けた T87 に乗り続けた。1967年3月2日、ミュンヘン市内で路上横断中、交通事故に死愁。 89歳であった。1945年、ソビート連邦がチェコスロバキアに侵入し、チェコは解放された。ほどなくソ連の影響下で、共産党が政治の主導権を握り、共産主義政権が樹立された。チェコスロバキアにおける自動車の生産は、ナチスドイツ併合下に続き、共産体制下でも統制された。チェコの三大メーカーをはじめとする自動車メーカー、 オートバイメーカーは1945年以降に国有化され、プラガはトラックバスの専業となり、乗用車については小型車がシュコダ、中型車がタトラという形で住み分けた。シュコダは3リッター級上級モデルのスペルブの生産を1949年で終了。対するタトラも同年、フロントエンジンのベーシックモデルである T57 の製造を終了した。 戦後のタトラは、良くも悪くも、共産主義体制の計画経済による管理のもと、トラック主力のメーカーとして推移することになった。他の共産主義諸国とは異なり、タトラ社、トラックは、西欧や米国にも輸出され、受け入れられていた。T600、編集 T600 タトラプランタトラプランをフロントから。 ダミーグリルのためフロントエンジン車に見える詳細は、タトラ T600 タトラプラムを参照ドイツの介入で、頓挫していたタトラのリアエンジン中型車開発は、戦争終結によって復活することになった。終戦後、レドビンカはナチ協力者として収監されていたため、レドビンカの部下であった10人のタトラ技術者たちが、新型車開発に取り組むことになる。当初、政府は T97 をベースに、 V 型6気筒エンジン搭載の高級車を開発するよう要求したが、開発チームはより現実的なモデルとして T97 と大差ないクラスの中型乗用車開発を進言し、結果としてはそれが実現した。開発は1945年の暮れから開始された。1946年にはアンブローズと呼ばれた試作車が完成した。メカニズムは T97 を踏襲しつつも、モノコック化された、ボディデザインはより洗練され、もはや、フォルクスワーゲンとの類似性は、薄らいでいた。フロントのライトは、常識的なニ個で、ダミーグリルをつけ、後輪外部はスパッツで覆われた。T77 以来の、背びれは、このタイプにも小さいものではあるが装備されていた。これから、さらに改良が重ねられ、百四十七年には、 生産系のプロトタイプである T107 が完成した。T107 は7台が試作され、同年9月にプラハで開かれたモーターショーに出展された。この時点では、エンジンはまだ T97 と同クラスの 1750cc であった。このような過程を経て、リアエンジンの中型タトラは1947年末から量産開始されることになった。タトラにおける 形式番号不番の制度が改定され、乗用車は600番台が振られたことから、従来より一気に飛んだ T600 となり、共産主義政権下における計画経済を象徴するものとして、タトラプラムのペットネームが与えられた。タトラ社の名称の多くは、T の後ろに数字名前を付けただけの事務的なもので、相性が付いたのはこのタトラプラムくらいである。 空冷水平対向4気筒エンジンは、ボア、ストロークが85、86mm とほぼ、スクエアの 1952cc となり、圧縮比6.1で 52hp、4000rpm を発生。4段変速機を介して、1.2トンのモノコックボディを時速 130km まで引っ張った。サスペンションはフロントが横を切りフスプリングによる独立、リアが、 スイングアクスルとトーションバーの組み合わせである。リアビューは T87 のコンパクト版と評すべき、ヤーライスタイル、背びれ付けの豊かなフードと4等テールライトの組み合わせで非常に流麗であった。だが、ノーズの高いボンネットとダミーグリルのせいで、前から見るとフロントエンジン車のように見える。ともかくもトランクスペース拡大の効果はあり、また、 ォルクスワーゲンとは似ても似つかない要望となった。空気抵抗係数は0.32で非常に優秀である。T600 の展開と政府の強制、編集同時期にシュコダでも戦後型小型車である 1100cc 車、1101を登場させており、この1101に小型モデルの地位を譲って、戦前からの T57 ビットを製造終了したタトラは、 中型であるタトラプランを乗用車の主力モデルとした。1947年から生産再開されていた T87 は、この間、1950年に製造を終了している。タトラプランは発売後間もなくからラリー競技でも、高成績を収めたことから、発展型として2、ね、ドアのアルミボディを持つ T601 が試作されている。 モンテカルロはその名の通り、モンテカルロラリー出場を目標に開発されたもので、あるが、これは実現しなかった。1951年には、クーレディーゼルエンジン搭載のタトラプラン、T600D が3台試作されたが、量産には至らなかった。T600 サーダム化ケーブリオレイソドム化製、T600 カブリオレ幽霊な仕上がりである、変わった例としては、 ソドム化工場性の贅沢なオープンボディを持つ特製の T600 が1948年に製作された。翌1949年のジュネーブモーターショーで展示されたこのカブリオレは同年、チェコスロバキア政府からソ連の指導者、ヨシフ・スターリンの70歳の誕生日、プレゼントとしてソ連に送られたが、スターリン主語にチェコに返還され、タトラ博物館に収蔵されている。 1948年、オートバイメーカーの CZ からその親会社だったシュコダに移籍した経歴を持つ自動車技術者のユリウス・マカーレが、シュコダからタトラに移籍した。マカーレは、以後長きにわたってたトラのチーフエンジニアを務めることになる。マカーレとタトラ技術人は、1949年、T600 シャーシをベースにエンジンを前後逆転させて、ミドシップレイアウトとし、 フルアイズタイプの空力スペシャルボディを与えたレーシングモデル T602 を開発する。その開発目的は技術力向上のためレースフィールドでタトラプラムのコンポーネンツの信頼性を試すことにあった。最初の T602 は1949年のチェコスロバキア GP ではマセラティ、フェラーリ、シムカゴルディーニなどの競合を濁して総合9位に入賞している。 1949年当初 62HP だった。エンジンは1950年シーズンには圧縮比アップで 83HP となった。最初の4気筒600には1951年6月にレース中に事故で破損。翌1952年シーズンでは4輪、駆動車用に開発された V8.25 リットルエンジンをチューンして 135HP を発生するユニットを 搭載したバージョン1台が作られたが、こちらの8気筒版も1953年の速度、記録走行挑戦中に火災喪失している。また1950年には、モノポスト型のミドシップレーシングカー T607 をチェコスロバキア GP 用に開発。これらは2台が製作され、後の T603 用となる V8.25 リットルを年々チューニングしながら、 1958年までに35回のレースに出場、チェコ国内で好成績を挙げた。1953年には速度試験で時速 197km 時速 207km を、1959年には時速 215km の速度を達成している。重要な特徴は、空冷エンジン用軸流ファン駆動を排気ガス圧の、 エジェクター効果で補助するシステムを組み込んだことで、6000rpm で 20hp ほどに達する、冷却反駆動出力損失を大きく軽減できた。このユニークなシステムは、後に T603 にも導入されている。一般型 T600 は生産されたうちの半分以上が輸出された。しかも共産圏諸国よりも、西側諸国への輸出が多かったのは意外な事実である。 オーストリアや西ドイツ、スウェーデン、ベルギー、スイスといった中央、西欧へ、また、カナダにも輸出された。工業国チェコの戦前からの実力がまだ損なわれていなかった時期の製品であり、十分な成功を収めていたとみてよい。オーストリアやスイスに輸出された T600 は、リアエンジンゆえの山岳地帯における、優れたトラクションで評価を受けていた。 ところが1951年、生産効率を重視する共産政府の命令により、タトラはタトラプランの製造を中止させられる。タトラにはトラック生産に専念させ、生産台数の少ない乗用車は、守護台一社に集中生産させるのが合理的であるというのが政府のプランであった。タトラ側は懸命に阻止しようとしたが、抗えなかった。結果、 シュコダのムラダー・ボレスラフ工場がタトラプラムを生産するという奇妙な状況となった。タトラプラム生産ラインの設備はコプジブニツェから撤去され、すべてがムラダー・ボレスラフに移された。この前代未聞の強引な指令にはタトラとシュコダ双方の関係者が強く不満を抱いた。腹を立てたタトラの労働者たちは、自ら手がけて愛着あるタトラプラムの新車を、 工場の敷地に穴を掘って埋めることで抗議したという。シュコダ製タトラプランはすべて輸出に充てられ、翌年の1952年まで生産された。車体後部の形状がタトラ製と若干違い、風土がやや角張っていることで容易に識別できる。タトラプランの総生産台数はタトラ製4242台、シュコダ製約2100台と言われる。同時期、 アズンプは政府共産党上層部向けの大型車開発、製造も担当し、1950年から1952年までプラガ製5.2リットルエンジンを搭載したフロントエンジン大型リムジンシュコダボスを限定生産した。共産党政権の方針はさらに上位にある東側ブロックの名手ソビート連邦の意向で左右された。1952年に アズンプで、タトラプラン、シュコダボスの製造が止められ、短期間ながら、チェコ製の中型、大型乗用車が生産されない、空白期間に入った。代わりに、ソ連からチェコスロバキアにも、ボスにも被験する最高級リムジンのジス、T87 ヤスペルブに近い大型車のギャスマイナス12、ジン、タトラプラン同クラスの中型車、ギャスポピエーダなどが供給されたが、チェコスロバキアに比べ、 ソ連の自動車国産化は30年遅れたものでおり、ソ連車は概して評判が良くなかったようである。しかも共産権衛生諸国からの需要に、ソ連での自動車生産能力が追いつかず、需要に対して供給が滞っていたという論外な実態があった。戦前に製造された生き残りの中、大型車は経年で老朽化し、戦後に製造された T87、スペルブ、 ボスの台数はわずかで、需要を満たせなかった。国内向けに残された、タトラ社製タトラプランの台数も限られていた状況で、チェコスロバキア国内の上級乗用車受給は、逼迫した。T603、編集、タトラ T603 タトラ T603H のエンジンルーム。ゆとりのあるスペースに、V 型8気筒が搭載され、両側面には、通風ルーバーも見える。冷却ファンは、 ツインタイプタトラ T805。エンジンの開発ベースとなった四輪駆動車 T805 のフロントエンジン。配置は前後逆だが、ツインタイプの冷却ファンなど、基本構造は T603 と同じである政府の方針で、トラック専用となっていたタトラであるが、ソ連製大型車の供給事情の問題を見て取ったタトラ技術陣は、1952年には早くも、密かに、 新型乗用車の開発に着手していた。チェコスロバキア政府からの要請もあり、1953年には再び大型乗用車開発のプロジェクトが正式に始まった。新型車の開発チーフはユリウス・マカーレ、エンジン開発のチーフはイジー・クロシュであった。彼らによって開発されたのが T603 である。タドラでは新しいオールアルミの空冷。 V 型8気筒エンジンを改良して、この新型車に搭載することにした。V バンク中央に配置されたカムシャフトから、プッシュロトでバルブを開閉するオフ型であるが、燃焼室は半球型で高効率である。もともと軍用の4輪駆動試作車 T805 用に開発され、タトラプランをベースとした試作レーサー T602T607 にも搭載されてテストされていたもので。 排気量 2545cc、ボア、ストロークは 75×72mm のオーバースクエア。ツインキャブレターを装備した乗用車用のーンでは 95hp、95 5000rpm を発生した。1950年代中期の乗用車用エンジンとしては十分な水準である。空冷エンジンでしばしば問題となるのは寒冷時のオーバークールである。水冷エンジンなら サーモスタットで冷却水の流動を抑えられるが、空冷エンジンでは冷却風導入ダクトに人の手で蓋をするくらいしか対策しようがなかった。そこで T603 では冷却風導入ダクトにエアフラップを設け、これをサーモスタットと連動させるシステムを取った。寒冷時には自動的にエアフラップが閉じ、オーバークールを防止するのである。またエンジンからベルト駆動される。 直流式冷却ファンは T607 モノポストレーサーで先行試作されたエジェクター効果利用の排気ガス圧補助が与えられ高回転時のパワーロスを削減したターボチャージャー普及以前の排気ガス圧のユニークな利用と言えるなお暖房については空冷エンジンの熱を利用しにくいことから独立式のガソリン燃焼ヒーターを用いているリアサスペンションはタトラの伝統通り 4段ギアボックスと一体化されたトランスアクスルから伸びるハーフジョイントのスイングアクスル式である。珍しいのはフロントサスペンションでコイルをトレーディングアームと組み合わせた一種の変形ストラット式であった。ステアリング切れ角を大きく取るための配慮がなされている。ブレーキは冷却を考慮したアルフィンドラムである。 全長 5065mm、全幅 1910mm に達する。これほど一体化された完全な局面構成の流線型セダンは、他に1949年のリンカーンコスモポリタンと1953年のパナールギナ54があるのみで、ほとんど類例がない。空気抵抗係数は0.36で、当時の自動車として屈指であった。 ホイールベースは 2748mm と6人乗り乗用車なりに長くはあったが 5m クラスの自動車としてはやや短い。その分前後オーバーハングが大きく、特にフロントのオーバーハングは異例で車体先端、バンパー下にスペアタイヤを収納できるほどであった。巨大なフロントオーバーハングやスペアタイヤ配置はリアエンジン車に付き物のオーバーステア傾向を抑制する。 バランス調整策でもあった。ヘッドライトは再び3個となった。しかも、ノーズ先端にガラスで覆われたライトケースを設けて横並びに集中配置。中央の一頭はステアリングと連動して進行方向を照らすようになっていた。異様極まりない超個性的デザインは、チェコを訪れた外国人を知ってしばしば、これは本当に自動車かと面食らわせた。 後部スタイルは、ヤーライスタイルを脱して、音犬に洗練された曲面型のセミファストバックとなった。後部側ボディには通気口が見当たらず、大型のテールライトと合わせて、どう見てもエンジンが収まっているようには見えない。広いリアガラス中央に細いピラーが入っており、T87 の背びれの残しを思わせる。実際、開発中は本気で背びれをつけることが考えられていたのであるが、 さすがにこれは、モックアップのみで諦められた。完全なファストバックでないので、リアフード開閉の支障となり、また、ク力面での背びれのメリットも薄かったのである。T603 の展開、編集 T603 のリアビュー、リアエンジンシャラシからぬ、穏健な形態である。T603 の試作モックアップ。この時点では、背びれがついていた。コンセプトやクラス。 実際の仕上がりなど、あらゆる意味で T603 は、戦前の T87 の正当な後継モデルと言える。それも当然で開発スタッフの多くは、ハンスレドビンカ子外の部下だった。車重は 1470kg と T87 より、やや重かったが、強化されたエンジンと、空力ボディによって、最高速度約時速 160km に達した。開発の進行は早く、 1955年に試作者が公開されると、チェコ国内で大きな反響を呼んだ。だが、本格的な生産は1957年からである。用途は、チェコとその他共産諸国における公用車や、共産党幹部クラスの専用車に限られ、一般のチェコスロバキア人が乗る機会は、ほとんどなかった。キューバの指導者、フィデル・カストロは、 エアコン付けの白い T603 セダンを送られ、愛用していたという。1962年には、エンジン排気量が若干縮小され、排気量 2472cc となったが、圧縮比を8.2に高くしたため出力は 105hp に強化された。T603 に一般的な左右二頭の四頭式となったが、より目すぎるためにかえって強烈な個性を放つ。 1964年以降のモデルである T603 にはガラスカバーのないより一般的な4等式ヘッドライトとなったが2個ずつまとめられたライトは従来のライトケース内に窮屈にレイアウトされたいささ角度入りデザインであるまたフロントのトレッドを 50mm 拡大し回転半径を小さくした T6033 T2 から6 0 3ツーとも称する、後期型。未だ個性的な顔立ち。1968年開発の T603-3 は、ブレーキにバキュームサーボが装備されて強化され、より目すぎた4頭ヘッドライトは、左右に離れて配置されたより、温軒な定裁を取った。ディスクブレーキも導入された。各年代ごとに、ウインカーランプのサイズや位置、色合い、 クロームメッキのオーナメントなどにも変化が生じている。T603 は製造期間中、中はハンドメイド的な手法で限定生産されていた。総製造台数は2422台とされるが、正確性は不明である。T603 のマイナーチェンジモデルが登場すると、それより古い T603 がタトラ工場に送られ、 ここでオーバーホールとマイナーチェンジ車並みのアップデートを受けるケースが多く見受けられた。その一部が新車として生産台数に20カウントされていると言われている。西側にも少数ながら輸出され、一般向けに販売された。小規模だが熱狂的なファンクラブが存在する。このどこまでも謎めいた流線型セダンは1975年に生産を終了した。 T613、編集、タトラ T613、ニタトラ T613、T603 の後継モデルは1960年代初頭から検討が進められ、シボレー・コルベアに似た T603 リデザイン試作者も数値作られたが、最終的には1からニューモデルを開発することになった。メカニズムは T603 に引き続いて、クーレリアエンジンとしながらも、 より合理的で洗練されたデザインが追求された。その結果、共産圏の自動車としては珍しく、イタリアのカロッツエリアであるビニアーレにデザインが外注された。当時のイタリアは共産圏諸国とは友好的で、フィアットの小型車がソ連や東欧で正式にライセンス生産される例も多かった。したがって、ビニアーレへのデザイン以来も異常とまでは言えない。ニューモデル。 T613 の原型は1968年に完成したが、それから生産に移るまでに、西側諸国では考えられないほどの長期にわたるタイムロスを生じ、生産開始は1973年、本格的な量産は翌1974年からとなった。イタリアンデザインの T613 は、従来のタトラ社とは、かけ離れた。 直線的なモチーフのセミファストバックセダンであった。4個のヘッドライトは切り立ったノーズの面に彫刻した凹みのように配置され、中央にはタトラのエンブレムが配された。その外観は共産圏のリアエンジン車とは想像しにくく、むしろドイツ車かスウェーデン車を思わせる男性差がある。グラスエリアも広く、また衝突対策も考慮されていた。空冷 V 型8気筒エンジンは排気量3 5リッター、導弁方式はついに DOHC となった。各バンクに2本ずつ合計4本のカムシャフトをチェーン駆動している。最高出力は当初 165HP5200RPM であった。燃料供給はキャブレター式である。重量配分を考慮して従来よりも前進したエンジン配置となり、 中ば後輪状に乗りかかって、ミッドシップレイアウトに近づいた。その前方に四段式のマニュアルギアボックスが置かれ、デファレンシャルはエンジンのオイルパン下に位置することになった。燃料タンクはリアシート下に配置された。ブレーキはサーボ付けの強力な四輪、ディスクブレーキ。フロントサスペンションはストラット式に、リアサスペンションはユニバーサルジョイントを備えた現代的な、 セミトレーリング式となった。重量配分変更も手伝い。かつてのスイングアクスルのような高速での不安定さは相当に改善された。これらのスペックによってもたらされた最高速度は時速 185km あらゆる面で同時期の西側諸国各社に悲見する水準であった。ただし、空冷のリアエンジン車であることを除いては、である。空冷エンジン車でしばしば指摘される。 エンジンの騒音の大きさは T613 ではさほど問題にならない水準まで抑えられていた。暖房は従来通りガソリン燃焼式の独立ヒーターを複数搭載している。用途は T603 と変わらず東側諸国の観光庁や共産党幹部向けであった。北朝鮮にも輸出されている。西側への輸出はほとんど行われなかった。変形モデルとしては クーペモデルが計画されたが試作に終わった。また、チェコ交換向けにホイールベースを延長したリムジンモデルやパレード用のオープンモデルも少数作られている。比較的多数作られた特殊使用車は救急車使用である。後部座席、エンジンルーム上に大きなキャビンが配置され、ここに患者、貨物搭載スペースが作られた。高速救急車として使用されたほか。 公的業務の各種用途に活用された。T613 から T700 へ引くタトラ乗用車の終焉、編集、タトラ T613、4T613、4のエンジンルーム。すでに整備性は論外である。タトラ T700、T700 の側面。T613 からほとんど進歩していないことがわかる。T613 のマイナーチェンジ車として、 1980年には、紹介量を施した T613-2 が、また1986年には内外装を大幅に、モダナイズした T613-3 が登場している。T613-3 は、フロントノーズの平板化や、三角窓の廃止など、一見洗練されたかのように見えた。が、内外装の細かなパーツなどは、同じチェコのシュコダや、 ポーランドのフソといった小型車からの流用品が当てられた。少量生産者ゆえのやむを得ない措置であった。1970年代以降の東欧諸国において、乗用車の技術発展は著しく立ち遅れ、西側に比して10年から30年も前の水準の自動車が生産されている状態になった。タトラも例外ではなく、チェコスロバキアが民主化された1989年に、 至ってても、T613 の生産が続いていた。デザインこそ、なんとか自流に追いつくためリファインしてはいたが、もはやそのメカニズムは、西欧諸国の自動車では想像もつかない異次元の存在となっていた。排気ガスの触媒対策が難しい空冷エンジンと操縦安定性やトランクスペースの点で不利なリアエンジン方式はいずれも西側では1970年代に捨てれて、 しまったのである。特に T613 は排気ガス対策の面で立ち遅れており、1991年にはイギリスのエトブ社の手で対策を施した T613-4 が開発された。電子制御によるマルチポイント燃料噴射方式の導入、触媒搭載等の改良を受け、3.5リッターエンジンは 200HP5750RPM を発生した。 新たな5速ギアボックスを搭載され、フロントスポイラーやパワーステアリング、エアコン、パワーウィンドウも装備した T613-4 の最高速度は時速 215km に達した。さらに、イギリスの自動車マニアを視野に入れた改良型として、エアコンユニットの位置を変更し、フロントのライト周りを改変した右ハンドル仕様の T613-5 が少数製造されている。 これはダッシュボードにウッドを用いていた。だが民主化後の東ヨーロッパには、ドイツ車をはじめとする西欧諸国の高品質、高性能な乗用車が輸入されるようになっており、すでにハンドメイドの動く化石であった T613 は、チェコ本国や東欧各国においてさえも、市場商品力を失っていた。結局、T613 の生産は1996年に終了した。 22年間の総生産台数はわずかに約1万千台に過ぎない。タトラ社は T613 の後継モデルを検討し、1996年には T700 を開発した。だが、これも本質的には T613-5 の外装パネルを模様替えした程度のモデルに過ぎず、十分な成功は収められなかった。T700 は、 少数が製造されたのみで1998年に製造中よされ、これをもってタトラの乗用車の歴史は終わった。タトラは現在でも各種のトラックを生産しており、その中には前輪駆動モデルも多数含まれる。2004年現在の主力モデルである T815 シリーズは共産主義政権下の1982年に登場した歴史の古いモデルではあるが、 4輪6輪、トレーラー仕様など多彩なバージョンを備え、アップデートを受けて時代に適応した仕様となっている。現在はインドにおいて、英国企業らと合弁契約を締結し、インド向けトラックの生産を行っている。バックボーンフレームとジョイントレススイングアクスルサスペンションを備え、空冷ディーゼルエンジンを搭載するレイアウトは、ハンスレドビンカの時代から60年以上にわたって変わっていない。 エンジンはインタークーラーターボ仕様であり、排出ガスについてはヨーロッパの環境基準を満たしている。デザインは軍用車と見まごほどの武骨さであるが、柔軟な前輪独立喧嘩による悪路投破性は他に類を見ない。ソビエト連邦時代、シベリアでの大規模開発にはタトラ製大型トラックの供給が不可欠であると言われたほどで、氷点下40度の骨幹にも耐える能力を持つ。 また、北アフリカで、ドイツ軍用車両として使われた際に示された国書の、砂漠における、耐久性は、1987年から参加している、パリダカルラリー、カミオン部門における、好成績で、再び裏付けられている。実際に軍用としても用いられており、その活躍は、輸送だけでなく、RM-70 自走式、多連装ロケットランチャーや、 752mm 自走榴弾砲のように、正面戦力として用いられる車両の台車となることも、ある。一部車種のキャブは、オランダのダフから供給を受けている。タトラブランドの鉄道車両事業は、タトラコプジブニツェ本社のほか、路面電車製造のスミーホフ工場、鉄道車両製造のスツデンカ工場の系列が、存在した。非電化路線が多かった、チェコスロバキア国鉄は、 戦前から無縁化に積極的に取り組んでいて、タトラ社は鉄道客車などの製造のほか、1928年製造開始の m 1 2 0軽機動車を皮切りに、コプジブニツェ本社工場で SD の初期機動車の開発、生産を行った。1936年には当時タトラ社に在籍していた、チェコ人技術者、ヨセフソーセディークラが開発した特急スロベンスカー。 ストレラ用流線型機動車 T68 を製造、タトラ製機動車の代表作となった。低速域ではエンジンを発電機駆動に用いて発進、加速に適した大トルクの電気モーターで走行。高速域ではクラッチをつないでエンジン直接駆動で効率よく巡行するマルチモードの駆動システムを備えるなど、当時機動車開発で世界をリードしたドイツやフランスにも肩を並べる。 先進技術を数多く取り入れていた。タトラ本社製機動車は1956年の M131.1 警護型機動車の生産終了で幕を閉じたが、現在もチェコ、スロバキア両国で複数の車両が保存されていて、一部は本線上でのリバイバル運行も行われている。キューリングホフフェル鉄道工場を継承したプラハ市のタトラ国営会社、 スミーホフ工場では1951年以降、鉄道車両メーカーの KD 国営会社と共に、アメリカで開発された PCC カーのライセンス生産によるタトラカーと呼ばれ、後スミーホフ工場は1980年代にタトラ社から KD 社に移管され、KD タトラスミーホフ工場となった。KD 社は1994年に民営化されたが、主力だった。 共産権諸国の市場を失ったことで経営が悪化し1998年に破産した。車両製造事業は総合電気メーカーのシーメンス社に、商標はチェコの投資会社11ファイトに売却され、スミーホフ工場跡地は現在ショッピングモールとなっている。KD タトラ及びタトラカーも参照タトラ社は、 国営会社転換直後の1946年1月に、ステュデンカ市の鉄道車両メーカー、モラビアシレジア輸送機株式会社を、タトラ国営会社、ステュデンカ工場として参加に編入した。同社は1950年代に、タトラステュデンカブトビツェ車両国営会社、後タトラステュデンカ車両国営会社に改称し、同社は1965年にタトラ社から、 生産営団の重工業プラント部門に移管され、1969年にステュケーン化車両国営会社に解消されてタトラの名前を失った。民営化後、KD 社など複数の企業による買収、売却が繰り返され、現在はシュコダホールディング株式会社参加のシュコダ車両株式会社となっている。T101 型競技用飛行機タトラ社は1934年から、 航空機生産にも乗り出し、ドイツの極技用飛行機ビュッカー B131、ユングマンのライセンス生産を開始、T131 を含む練習機や極技用飛行機など、小型記録形式及び航空機用、エンジン3形式を生産した。このほか、T002 型創発小型輸送機など3形式の開発計画があったが、ドイツによる1938年の チェコスロバキア侵攻に伴い計画は停止された。翌1939年には T131 型の生産がドイツ空軍向け航空機生産を行うことになった国内の航空機メーカーアエロボドホディ社に移管されタトラ社の航空機事業は終了した。タトラ社は後民主化後の1993年頃に競技、極限用飛行機向けエンジンの開発、 生産を復活させようとしたが実現しなかった。1930から1950年代のメルセデス・ベンツ製乗用車等での採用が量産車の代表例である。プラハの工科大学で技術を習得、1927年から1939年までたトラに勤務。レドビンカ期下で戦前型タトラリアエンジン車開発の実質的なチーフエンジニアを務めた。 1939年から1941年には、シュタイヤに移籍したが、1941年から、ダイムラー・ベンツに移籍、ガスタービンの研究を行っていた。このため戦後はフランスに抑留されて、しばらくタービン研究に従事させられた。1949年に、ドイツに移り、ボルクバルトに入社、1961年の同社経営破綻まで、 主任技術者の地位にあった、ペトリック、バーツ・ラフチョ、神田・シゲミ、ワケ、グレート・タトラストーリーパートに。以降、ペトリック、1990戦前タトラの、流線型リアエンジンシリーズ社名化1桁がすべて、7なのは偶然でなく、開発に携わった、ユーベル・ラッカーが、T57 での成功以来演技を担いで、7を、ラッキーナンバーとして割り振るように測った結果という、 バーツラフ・ペトシークは、サイチェシーとしているが、ペトシーク文献の役者である、神田克美が、同文献に添えた試験、主権解説である、幻想と現実のタトラ周辺によれば、T77、77A の V8 エンジンの、カムシャフトは左右 V バンク間の高い位置に1本、配置されるのみで、そこから、左右バンクへ長い釜の刃のようなロッカーアームを伸ばして、全バルブを駆動していたという。 これは、一般的なオフとも OHC とも異質があまり例のない方法で、そのどちらともミナシュールが、ランチア製強角 V4V6 サイチェシーのような、左右バンク一体構造でなく、ヘッド本体にカムシャフトを搭載していない実情から、本記事では、オフと記述した。ポルシェは、レドビンカに、君はエンジンを扱うと魔術師だなと語り、また、ポルシェとの交流について、 質問を受けたレドビンカは、ポルシェに与えもすれば与えられもしたという意味のことを答えている。以上のレース記録についてはによる。ありがとうございます。